昨年、この区域の先生が、反転授業プロジェクトに参加し、二つのことを言っています。今までで最高の年でした。他の方法に戻って教えようとは思いません。いつも変化している世界のグローバル社会で、従来の方法では機能しないと思います。学ぶ人は常に学べる状態でなければなりません。あるご両親がお子さんのことをとても心配していました。平均レベルの生徒でしたが、心配を解消するために両親と連絡を取っていました。2、3週間後、ご両親が娘はとても楽しんでいますと言ってくれました。子供と一緒に座り、レッスンを見て話したそうです。娘は、より深く理解できるようになりましたと言ってくれるようになりました。家で、算数のレッスンをすると、先にレッスンを受けているので、学校へ行ってから授業が簡単になります。ビデオというアイデアが好きです。よりわかりやすいからです。小テストがわからなかったり、質問がある場合は、ビデオを戻して、もう一度見ます。効果を発揮するのは、質問があれば、ビデオがわからなかったので、説明してくださいと頼めることです。ゴールがあって、生徒が、それへの責任感があります。ゴールを与えると、生徒がそこへ行くまでの方法を話すことができます。自分たちで授業を計画して、楽しんで学習しています。先生をはじめ、生徒や両親へ起こっている変化に驚いています。学習できると、生徒に達成感があることに感心させられました。生徒に教え、助けていますが、反転授業で、すべての生徒たちのニーズに合っていると確信しています。まだ始めたばかりですが、この方法で、子供たちのニーズに合わせることは確かなようで、少し仕事は増えるかもしれませんが、効果のあるプログラムですし、役立つものだと思っています。